レードが下がりました、はい、何が紙バケンシだよ800勝っていう話をしてるときに確かにそうペーパーバケンシだよ、ね、さっきちゃんとね、はい、あの葵ちゃんに聞きましたよ、はいはいはい、ヤンドルらしいです、ヤンドルいや嘘です、シルクホースクラブ関係者オーナーサイドですね、はい、時代性が出てきたという、今までねスピードを任せるの一本女子のねレースが多かったんですけど、はい、これ4連勝目なんですけれど、ね、3番手に変えて直線抜け出してって、時計遅いですけどレースぶり本当幅が広がって、俺はもう崩れないですね、まあ、ちょっと強かったし本当に崩れなさそうなタイプですよね、この馬から馬券買わない人多分いると思うんですけど、はい、ちょっとね問題だと思います、問題がある、だこの馬からもう僕はワイド勝負、はい、まあ、一番妙味あるのは10番の18ガールですね、ここは厚めに4番と7番に流し込みました、これは当たりますね、はい、はい、はい、ありがとうございます、では続きまして、はい、宮下騎手予想お願いします、はい、私も一緒でディアンドルから、はい、ディアンドルを一等軸にして、はい、7番、11番、15番に跳ねつけます、はい、3連出てますね、パドック出てます、パドック出てますよ、ひとみちゃんいかがですか、見たか、はい、本当に落ち着いて足さばきましょう、はい、3連覆というのがミソですね、これだから相手がもしかしたらっていうこともありますけどね、はい、はい、では続いて木の前騎手よろしくお願いします、はい、私もジアンドル、エイティンガール、二等軸マルチ、二等軸、3連単二等軸マルチ、はいはい、6番と10番の3連単二等軸マルチですね、欲張り馬券、欲張り馬券、さあ、エイティンガール、そう、お二人のね、対抗の僕も大ジャマで、はい、体減ってますけど、欲しくないですし、いいんじゃないですか、もうヒンマですからね、休み明けから走るんで、なるほど、毎日8キロも問題なさそうですけど、大丈夫そうですよ、はい、そうです、はい、ちょっと、はい、待ってください、私の予想の時間が良かったと思います、はい、11番の5番の、11番の5番の馬担当の5番、11番の馬で分かっております、それでは、京都メインレースの発想